県警察音楽隊の定期演奏会は、これまで新型コロナの影響で中止や規模縮小が続き、今回5年ぶりの通常開催となりました。昨日は音楽隊27人とカラーガード隊5人に加え、東北学院中学校高校の吹奏楽部およそ20人も参加し、迫力を増した演奏を披露しました。いや、素晴らしかったです。迫力はすごかったですよ。金管バンドで実際に自分も楽器を吹いているので、見て参考にすることができてよかったです。県警音楽隊では今後も各地のイベントなどで演奏を続けることにしています。